長野県立美術館の完成を記念してお願いします。どうぞ。長野インターネット放送局と申します。今長野県は、長野市の善光寺の東側に来ております。そこには新築オープンした長野県立美術館があります。そこの学芸員の田中さんに来ていただいております。すいません、自己紹介お願いします。長野県立美術館学芸課長の田中と申します。よろしくお願いいたします。田中さん、本当に待ちに待った美術館のオープンということで、古い建物も壊したり、そして新しい建物を建てて、やっと願いが叶ったと思うんですけども、その辺どうでしょうか。
はい、まあ、一時閉館しておりまして、まあ、ようやく、本日からオープンということになります。じゃあちょっといくつかいろんなことを聞いてもよろしいでしょうか。はい、どうぞ。まずは名前ですよね。はい、長野県立美術館。はい、まあ、聞き慣れた言葉ではありますが、はい、まあ、大きな変更があったようですが、その辺どうでしょうか。はい、以前は長野県信濃美術館というふうに言っていましたが、まあ、今回新たにもう建物も新しくなるということで、はい、長野県立美術館という、まあ、よりシンプルで分かりやすい名称というふうになりました。結構人気なんですかね。そうですね、前回 の、 長野オリンピック以降、長野という名前も割と国際的に知名度を得ているようですし、まあ、県立の唯一の県立美術館ということで、分かりやすい名前の方が良いではないかというようなことになったようです。あ、唯一の県立美術館なんですか。はい、長野県内では、うん、の県立美術館としてはここだけですね。まあ、そういった意味ではすごく注目されていると思うんですけども、はい、なんかロゴも変わったんですかね。そうですね、はい、新しい建物の完成と同時に、新しい名称にを元にした、新しいロゴを作成しております。なるほど。なんかローマ字をもじったような、はい、まあ、何かこう、歴史みたいなのはあるんですか。その理由みたいなのはあるんですか。はい、NAM という長野の N と、はい、アートの A とミュージアムの M を、アルファベットで、まあ、抽出しまして、それを上下対称にちょうど、まあ、東山魁夷の作品なんかでもありますように、はいはい、水鏡に映ったようにそれを上下対称に組み合わせた形というのが、新しい美術館のロゴマークになっています。なるほど。なんかちょっと見たんですけども、はい、そういう意味だとは今分かんなかったんですけど、はい、自動ドアのところ、はい、なんか印象的ですよね。そうですね、見た目も十分インパクト、そういう単純なアルファベットの組み合わせなんですけれども、上下対称に重ね合わせることによって、見た目も十分インパクトのあるものに仕上がっていると思います。ドアが閉まると字ができるというマークですよね。はい、分、はい、かりました。どんなコンセプトで今回、オープンされたんでしょうか。はい、この建物自体のコンセプトが、ランドスケープミュージアムということでして、まあ、美術館に対する眺め、それから美術館からの眺めということも重視して、建築されております。まあ、ちょうどこちらで、背景に善光寺の本堂が見えるように、はい、周辺の、地形的なこと、地理的なことを、あるいはそういう歴史的なことを十分に考慮した上で、一つの、建物としてまとめ上げた建築になっています。まあ、ちょっとここは城山と通称言ってますけども、はい、ちょっと高台にあるんですよね。そうですね、高台から下に向かって、はい、傾斜地になっていますので、その傾斜地にの高低差の中にこの3階建ての建物がすっぽり、収まる形で設計されています。なるほど。まあ、今背景に善光寺の屋根も見えておりますけども、はい、ですから善光寺から直接入れる、レベルが 1階でして、そこから城山小学校との間の坂を登っていただくと、動物園の方に向かう、十字路がありますけれども、そこのレベルが3階になってくるわけですね。なるほど。ですから途中にも出入り口がありますので、1階2階3階の全てから出入りできる構造になっています。なるほど。仏像とか、はい、そういったもののこう展示があったんですけども、その辺はどうなんでしょうか。今回はスーパークローン文化財展といいまして、はい、展示されているのは、奈良にある法隆寺の、金堂の、釈迦三尊像の、クローン文化財とスーパークローン文化財です。複製というしたということで、うん、実際の、釈迦三尊像を精密に調査して、うん、寸法などを計測しまして、それを最新のデジタル処理と、まあ、もともとの伝統的な手法によって、
精巧な複製を作り上げるということですね、うんうん、でそれがあのクローン文化財というふうに称しています。なるほど、まあ、再現ともう一つあの復元というのもありまして、はいはい、例えばあの今回、法隆寺の釈迦三尊像は、1階と2階に2つ展示しているんですけれども、はいはい、2階の方が現在見られるような形で再現したもの、それから1階で展示しているのはちょうど1400年以上前になると思いますけれども、その法隆寺の創建当時にあの釈迦三尊像ができた状態を復元して展示しています。ですから現在の状態を再現したものをクローン文化財、それから過去のできた当時の状態を復元したものをスーパークローン文化財というふうに称しているようです。なるほど、はい、まあ、今回そういった復元、はい、再現、はい、まあ、するためにその、はい、お力をお借りした、ね、まあ、機関といいますか、はい、あ、これはあの東京芸術大学ですね、はい、とのこう関わりっていうのはどうなんですか。いや、まあ、今回の企画を通じてですけれども、まあ、もともと長野県と、東京芸術大学は連携協定を包括的なものを結んでおりますし、はい、まあ、長野出身のそういう芸術家の方っていうのは極めて多いので、いろいろゆかりというものはあるかと思います。まあ、東京芸術大学の技術といいますか、はい、実際にその世界 の, その遺産 の, その復元にも携わっているというふうにお聞きしたんですけども、はい、そうですね、今回展示しているところで言いますと、まあ、中国の敦煌ですとか木地ルなどの石窟寺、それから、北朝鮮の高句麗の古墳、あるいは、アフガニスタンのバーミヤンですとか、まあ、タジキスタン、ウズベキスタンといった、まあ、割とシルクロードに関わりのある部分というのを今回は重点的にご紹介しておりまして、まあ、仏教がまあ、仏像とともにこう伝わってきた跡をたどれるというようなそういう構成になっています、うん、なるほど。そして、まあ、復元されたものあるいは新しいものとして、はい、その何か障害者でも、はい、こう実際に今まで見えなかった分あるいは感じられなかったものを何か工夫されてるっていうふうにお聞きしたんですけど、そうですね、触れてみてというような企画で、まあ作家の方にもともと触って鑑賞することを前提とした作品を、まあ、ファンディングで作っていただいたんですけれども、それで4人の作家の方に今回この開館に合わせた企画、開館時の企画に合わせて作品を制作していただいて、展示までは行ったんですけれども、実はまあ長野県の、コロナに対する警戒レベルが5になったということで、やっぱり先ほどのクローン文化財と同じように直接手で触っていただく、ことは難しいだろう、難しいということで、県の方針もあって、とりあえず警戒レベルが下がるまで休止して した状態で始まることになりました。なるほど、今回はちょっと延期ということなんですね、はい、そうですね、はい、そして、まあ、それを支えるスタッフのメンバーも、はい、そのボランティアから説明する人とかね、はい、すごくその親切にこういろいろ案内していただいたんですけど、はい、その辺はどうなんでしょうか。新しく、まあ受付監視などに対応するスタッフの方たちにはまあ以前とはちょっと違う形でにはなるんですけども人数も大幅に増えましたし、ね、皆さん頑張ってやっていただくようにお願いしていますし、それからまあまだこれから活動が始まるんですけれども、はい、いわゆるアートコミュニケーターと言われるボランティアの方たちにも、はい、これからいろいろ活躍していただくことになると思います。これからですね。はい、やっぱそういう人たちがこう集まってくれて、はい、その
県立美術館がこう支えられてるのかなっていう感じがしましたね。はい、そういう方が本当に積極的に応募していただいて、で本当にまだ開館して、2時間ちょっとですか、しか経ってませんけども、対応を見てれば大変丁寧に親切に対応しているなというふうに感じています。最後に、はい、田中さんのその、アート芸術に対するこう、はい、お気持ちというか、はい、そういう辺はちょっとお聞きしたいですが、何かありますでしょうか。アート、芸術作品とか美術作品って言われるものは確かに誰でも楽しめるものではあるんですけれども、実は逆に様々に自分はこれが合わないとか自分はこれが特に好きだとか、そういう多様性を持ったものなんですね。ですから美術館の活動としても様々な分野において今後様々なジャンルでの企画というものを進めていきたいと考えておりますので、もちろん中には、自分の趣味ではないとか、あるいはこれは特に自分が好きなんだっていうようなことがあるかと思いますけれども、それがまさにアート芸術っていうようなものですので、ぜひ今後、注目しておいていただいて、さまざまなものに出会うことによって自分の新しい世界が広がるかもしれませんし、あるいは今まで自分が関心を持ってたものがさらに深まるかもしれませんので、ぜひ何度も足を運んで体験していただければと思います。最後に、いつまでこの企画はされるんでしょうか。6月6日までの会期になっております。6月6日まで、はい。朝何時から、はい、9時から始まりまして午後5時までです。入場は何時までできるんですか。30分前で、4時半までですね。ぜひたくさんの人が、はい、足を運んでいただければいいですね。はい、ぜひよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。